皆さん、こんにちは。今回は、成人年齢の18歳への引き下げについてです。まず、成人年齢の引き下げによって何が変わるのか、見てみましょう。民法で定められる成人年齢に達すると、大きく言って、次の2つの変化があります。すなわち、自分一人で契約をすることができるようになり、また、両親の親権に服さなくなります。具体的には、契約をできるという点では、携帯電話を購入する、アパートを借りる、クレジットカードを作る、ローンで車を買うといったことができるようになります。親権に服さなくなる点では、住む場所や、進学や就職などの進路を自分で決めることができるようになります。その他、民法の成人年齢引き下げによって、民法以外の法律の基準年齢も変更されることになり、具体的には、10年間有効のパスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格の取得、家庭裁判所で性別変更の審判を受けることなども18歳でできるようになります。一方で、女性が結婚できる年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳以上に統一されました。それから、健康上の理由から、お酒を飲んだりタバコを吸うことができる年齢は20歳以上で、変更はありません。また、国民年金の加入義務が生じる年齢も20歳以上のままです。次に、民法の成人年齢の引き下げに至る経緯を見てみましょう。日本での成人年齢は明治9年以来20歳とされていました。しかし近年、世界では成人年齢を18歳とするのが主流となり、2016年時点で主要国の中で成人年齢が18歳となっていないのは19歳とする韓国と20歳とする日本とニュージーランドだけとなっていました。日本でも18歳や19歳の人にも国の重要な事項の判断に参加してもらうべきなのではないかとの議論がされるようになり、2007年に公布された憲法改正国民投票法で投票権者は18歳以上と規定され、2016年には公職選挙法の改正で選挙権の年齢も18歳以上に変更されました。こうした流れを踏まえ、市民生活の基本法である民法についても、18歳以上を大人として扱うのが適当と考えられるようになり、民法の改正が行われて、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたのです。成人年齢の引き下げにより、心配されていることもあります。成人に達していない人が親の同意なしで契約を結んだ場合は後から取り消すことができます。しかし成人年齢の引き下げにより18歳や19歳の人の契約はこれまでのように取り消すことはできなくなりました。このためマルチ商法などの悪徳商法の被害に遭うことが心配されています。また消費者金融でお金を借りたりクレジットカードを取得できるようになるため返しきれないような大きな借金を背負う危険もあります。事業者の不適切な行為により、消費者が自由な意思決定が妨げられた時に、契約の取り消しが可能なことなどを定めた、消費者契約法や特定商取引法に基づく、訪問販売や電話勧誘などで商品を買った後、一定期間内は無条件で契約を解除できる、クーリングオフ制度などの周知や徹底が必要です。